皆様お疲れ様でございます。私たちの社会に今一番欠けているのは縦軸を守っていくということです。メディアというものは公共の使命を帯び、その公共の使命において縦軸を守るために果たさなきゃいけない。しかし私利私欲に走り、売国に走る、この状況を是正しなければ先人に申し訳ない。その一年で駆けつけてまいりました。共に声を上げてまいりましょう。ありがとうございました。